こんばんは、市村正樹です。健康は一番大切ですよね。まあ、ギター弾くんだとしても、遊びに行くんだとしても、仕事をするんだとしても、健康は大切です。そして、人生がね、80年90年100歳まで生きれるかもしれない家庭においてですよ、今の若い人たちもいずれは年を取る、そして年を取った人たちも昔は若かった。何の話や。歯はさ、ずっと自分の歯でなるべく物を噛んでいたいじゃないですか。こうなんか、うちの親父が最後の方はさ、入れ歯とか使ってたんだけど、面倒くさそうだなと思って見てたし、今時だとなんかインプラントっていうものがあるらしいけど、なんか高そうだしさ、なるべく自分の歯のまんま物を噛んで生きていきたい。そんな中、普通の歯ブラシと歯磨き粉でも歯は磨いてますけども、こういうところにお金使ってたっていいじゃんってちょっと僕思うわけですよ。こういうものにねっていう。で、僕は別に歯に何の異常がなくても、虫歯とかそういうこと関係なくても、半年に1回は歯医者さんに行って掃除してもらってるんですね。で、最初は3ヶ月に1回とか5ヶ月1回だったんだけど、だんだん伸びてきてるんだけど、それは大学病院の先生がおっしゃるのは、市村さんは歯を磨く磨き方がめちゃめちゃ正しいと、綺麗に磨けてるから、最初3ヶ月おきだったのが、だんだん4ヶ月おき5ヶ月おきになって、今半年おきになって、何にもなってなくても行ってみてもらって、で掃除して帰ってくるみたいな、そういうことをやっています。それはやるべきなんですよ、みんな。それしに行ったって、掃除してもらうだけだから、1回2、300円なんですよ。それ半年に1回やるだけでもだいぶ違うと。で、それプラス、近年では、こう、いろんな歯ブラシのグッズというものが売ってるじゃないですか。で、それも興味があってというか、いろいろ買っているんですよ。で、これまではソニーケアってのをずっと使ってたんだけど、最終的にはいつかやっぱり壊れることは壊れるんですよね。で、その辺が充電器の故障なのか、モーターは故障してないはずだけどみたいな、こうよくわかんない壊れ方をしちゃったりするんだけども、世の中どんどん安くなってるんで、ということで、これブラウンっていうメーカーの電動歯ブラシ、これはこういうコンセントからの充電器で、使いました乗っけとくだけ、使いました乗っけとくだけだから、勝手に充電してくれるから安心なわけですよ。なんだけれども、こいつがね、値段がね、めっちゃめちゃなんだよ。よくわかんねえよっていう。例えばアマゾンでこいつを見ると、一番安いと1700円なんですよ。でも高いと1万7000円なんだよ。なんで10倍違うんだよっていう。ほんで、仕組み的に言えばね、これはね、まあこうね、これ押せばすぐわかるけど、回転してるだけっちゃだけなんだけど、それってさ、まあこういうさ、電動ドリルと同じ仕組みなわけじゃないですか。こいつも3000円ぐらいです。こいつも2、3000円です。まあ、世の中の電動うんちゃらっていう工具って、根本的には回転するだけなのに、なんでこんなにいろんな種類買わなきゃいけないんだってぐらい、いろんな種類の回転するドライバー的なものを買ってますけども、まあ、それは置いといて、こう来て1回90度の角度があって回転している。どっちかといえば、こいつはん？え、これって回転してんの？早すぎて見えない。止めても位置一緒なんだけど、これ後でスローモーション再生するしかないかな。こうしといて、これで後でスローモーション再生するか、ちょっとわかんのかな。
壊したくなってきた。これ回転してるか。疑問に思ったことは何だってやったりゃいいんですよ。やったりゃいいんですよ。やるってことが大切なんですよ、こういうのってのは。行くで。こいつ回転してねえな。回転してねえな。こいつ諦めない。何回でもやったる。僕はそういう動画を作っています。もちろん後で掃除しますよ、歯で使うんだから。よし、もう一回いくぞ。あ、振り幅が広くなった。回転してねえじゃんこれ。回転してねえじゃんこれ。まあまあ正直これを購入するときにちゃんとパッケージを見て回転するって書いてあったわけでもないし、 Amazon で一生懸命調べたわけでもないけど、回転するのかなと漠然と思ってただけなんだけど、こうなってるだけですね。こう揺れてるだけですね。こうはなってないですね。つまり電動ドライバーとは違いますね。これにこれつけてこうやって歯磨いたらどうなるんや。はあ。てっきり回転するのかと思ったら、揺れてるだけでした。でもう一回これの話すると、これ安いと1800円、でもこの多分こいつがつくから3000円のやつがこれ付きなんじゃないかっていう。こいつ持ってる人は2本目は1800円の買ってくればいいんじゃないかなと思うんだけど、このこっち側が結構ね、仕組み的にこうやってなるだけなんだけど、こうやってなるだけっていうのは俺は今見つけちゃったけども、こっちが5本でまた1000いくらだったりとかすると思うんで、例えば家族がいる家庭だと色違いのやつを買ってきたり、なんかこの形がちょっと違うのかな。大してその形が違ったからといって何がすんげえ違うってのはないと思うけどね、俺は。だってこうやって磨くだけだもん、素早く。まあそういう意味では以前使ってたソニーケアと同じような感じ。それで僕はさっき言った半年に1回行く大学病院の歯医者さん の歯を磨くやつも、最後の最後にはこういうこれとよく似たやつギーって出して、こうガーって洗ってくれるやつと同じ音がします。同じ音がするから、こいつ自体は効果はあると思うんで、僕はこれ使わないよりは使った方がいいとは僕思うんですよ。歯石を取るみたいな、歯石ってのはどんだけ頑張って歯を磨いててもついちゃうものはついちゃう。だから半年に1回大学病院で取ってもらう。それにしてもこれを使っといた方が取れるとは思います。まああとは歯間ブラシとかね、こうピッピッピッって引っ掛けるやつとか、ああいうのをやってた方が万全は万全だと思うんだけども、要するに歯を磨くっていうのはギターを磨くのと同じで、ギターを磨くときには歯を磨くときと同じでって言ってるんだけど、強い力で短時間やるんじゃなくて弱い力で長時間やるのが歯ブラシにはいいんで、ギューって力入れちゃダメなんですよ。本当はこれもパワーはありすぎるからギューって押さえつけちゃダメなんですよ。もう触るか触らないかのこんな感じをちょっとだけ触らせるみたいな、先端をね、先端が潰れないように潰れないように長い期間でこいつを使うべくそっと当てるだけで、普通の歯ブラシも
ガーって急いで1分磨くのはダメで、すっげー弱い力で7分以上磨きましょうっていうのがセオリーなんですね。で、次の商品こちらでございます。こっちはね、4000円ちょっとしたかな、こいつより少しだけ高い。ここの裏側からお水かお湯を入れて、そうするとこの中が映んないかもしれないけど、中にストローみたいな、まあ、水道みたいな水を汲み上げるシステムの場所が入ってて、でこっちの充電はこんな先っぽのやつをここに交差して充電する、こっち側は USB ってやつなんだけども、これ購入してから最初の1回目に一晩中充電しといて、今もう2ヶ月ぐらい経ってますけど、まだ充電切れてません。まあそうだよね、1日そう何分も使わないからねっていうのがあるんだけども、でこいつはやたらこういう先っぽのノズルみたいなやつがいっぱいついてて、どう違うんやっていう、形は違うのはわかるけど、言ってみればこっちはまあ 2,3,000円で購入してきたけど、この先っぽは1本だけですよと、こっちは 4,000円やったけども先っぽのノズルがいっぱいついてないけども、やけどもこれねほとんど使わない、2つしか使わない。俺実はこの2つしか使いません僕は。でこいつは何をやるのって言ったら、水だから、水でここのスイッチが5段階強さがあって、でここでオンオフになってて、これこうやって挿してボタン入れると、こっから水がチュッ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 ってすんげえ勢いでお水が出るんですよ。それ正直ね、最初にやった時びっくりするよ。結構歯と歯の間に溜まってそうなゴミカスを取りたい感じがするじゃないですか、水圧で掃除するとなると。でもその歯と歯の間は隙間があるわけじゃないですか、こうある種の三角地帯みたいなね、隙間があるわけでしょ。そこにものすごい水圧ピッ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 って当てると、もう喉に直接バン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 って水鉄砲食らってる感じ。まあもちろんそれでゴミは取れる感じはするけども、ゴミが取れるのと同時に喉もものすごいこう攻撃してくるっていう。だからまあ5段階の強さが変わって、書いてあるけども、これってあ水が残っとった水が残っとったまあまあちょっと、別な場所でちょっともう一回やってきますけども、はい、こんな感じなんだけども、結局こっから水が出てくことにおいて、ノズルの形が違うものがいっぱい入っててもやれることあんまり変わらないんだよな。こういうふうに普通の歯ブラシが先っぽについてても水が真ん中から飛び出てくるだけだから、 こいつみたいに揺すってくれるわけじゃないからあんまり意味ないんだよなって。そうするとじゃあもう一つだけ使うって言ってるこいつは何なのっていうと、こいつは実は鼻うがい用です。これ別商品ね、別のメーカーの商品、サーレ S っていうのがあって、これは鼻うがい専用の薬っていうか、まあ鼻を痛めないための塩ほど辛くはないけども、まあある種の重曹みたいなものをこっからこの粉を入れて、で少しあったかい鼻にしんどくないお湯を入れて、で振ると中にこの玉が入ってるからかき混ぜて拡散されて、でこいつはめて、で鼻の穴にこう当てて、右の鼻の穴から水鉄砲を発射して左の穴から出すみたいな、そんな感じの。
鼻うがいってのはまあもう20年以上前から流行ってるっていうよりもまあそういうものは存在しててね、伊藤四郎さんが毎日やってるとかよく言ってたんだけど、僕は今までずっと塩水で、その20年ぐらい前は塩水でやってたんだけど、それやってると日常生活してる途中で突然ダラダラダラって余ってる、鼻の奥に余ってた水が突然ダラダラダラって出てくるの。一回ね、千葉県にあるけども東京を名乗っている一番有名な大きなアミューズメントパークみたいなところで、アメリカ人のシンガーの後ろでギター弾いてる時に突然ダーって落ちてきてびっくりしたっていうね、ごまかすの大変だったってことが、そういうことがあるんだけど、こいつ買うようになってからはそういうことはなくなった。でまあやり方のコツと好みがいろいろあるんだけども、鼻から入れて口から出す方が本当は鼻の穴は綺麗になるんだけども、こいつの場合は右の鼻から入れたら左から出る、左の鼻から入れたら右の鼻から出るみたいな。鼻の奥って H っていう風に繋がってるみたいな、ね、みたいな。まあまあ何かと僕は花粉症だし、まあ、今でも少しほんの少し鼻声になりそうなギリギリで喋ってて、まあ、こういうことをやっててなんとかして鼻声じゃなく喋るように一応頑張ってみていた。今ちょっと右側がちょっと詰まりかけてるから、まあまあこいつ持ってなくても、まあ、本来は こいつはこういうプラスチックのケースで、これで自分でちゃんとこうやって押すっていうだけの、これとこれが割とセットで、こっちだけでもいいんで毎日やると鼻と喉が良くなる。それによって花粉症もちょっとだけ良くなればいいなみたいな希望も含めつつ、こういう商品はあるんだけども、だんだん歯ブラシの話じゃなくなってきましたけども、もちろん普通の歯ブラシもあって、お風呂の中で夜磨くときは普通の歯ブラシでものすごくゆっくり長時間 7,8 分かけて歯を磨いてますけども、ほんと年取ってから入れ歯とかインプラントとかこう差し歯とか、そういうことにお金を使うのも嫌だけども、なるべく自分の歯で過ごしたいじゃないですか。ということで僕の場合は今現在はこの2種類と普通の歯ブラシを使っている、サーレースも使っているみたいな、そういう感じなので、皆さんも健康な歯で、過ごしていっていただきたいなっていう、そんな感じです。じゃあねー。